小田原。この時間は小田原ちょうちん&光アートフェス with 北条五代開催のお知らせをお送りします。お話をお伺いしますのはイベントを主催します小田原市観光協会の斉藤さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、この小田原城址公園を舞台にこの4月5月にかけて、はい、初となるイベントが開催されるそうなんですね。そうですね、はい、詳しく教えてください。はい、小田原のですねシンボルである小田原城、この本丸広場でですね、はい、同じく小田原のシンボルである小田原提灯を使ってですね、はい、光アートフェスということを開催いたします。はい、具体的にはですね、小田原提灯一般公募して、はい、コロナに負けるなですとか、うんうんうん、医療従事者の応援メッセージを書いていただいた、はい、温かいメッセージの入ったですね、はい、小田原提灯を展示いたします。約1500個ぐらい、随分数集まりましたね。うん、そうですね、はい、でなおですね、うん、馬田市門からこの本丸広場までの正規途上ルートにもですね、はい、和風のライトアップをしてですね、なおかつ北条五代の要素も少し入れてですね、はい、すごい幻想的な楽しい雰囲気になると思いますね。うん、ね、なんかこう小田原提灯って聞くと、もう我々小田原市民は夏のイベントって思っちゃってますけど、はい、全然別の新規のイベントなわけですね。そうですね、うん、この本丸で展示するのも初めてですし、はい、光のアートとしてですね、うん、展示するのも初の試みなので、はい、楽しみにしていただいて、ぜひお越しいただければと思います。うん、はい、このイベントの開催日時など教えてください。はい、4月の24日の土曜日から5月の16日の日曜日まで23日間毎日開催しております。うん、はい、開催日時間はですね、10時から夜の9時まで、はい、でなおライトアップは午後の6時から午後の9時までライトアップをしております。はい、そして何でもこの小田原提灯&光アートフェスと連動した企画も他にもあるそうですね。はい、期間中の土日祝日のみなんですけれども、はい、後ろの天守閣、はい、通常5時までしか開館していないんですけれども、ね、はい、開館を2時間延長いたしまして、夜の7時まで入れるようになります。はい、なお天守閣の上からですね、うん、また提灯とか見られますので、また日頃とですね、はい、昼間とかと違った雰囲気で楽しめると思います。素敵でしょうね。あとですね、はい、お隣の子ども遊園地という場所があるんですが、はい、そちらにもですね、素敵なイルミネーション、うん、こちらちょっと高校生以上200円と有料になってしまうんですが、はい、うん、お金払ってでもですね、うんうんうん、楽しめる素晴らしいイルミネーションが開催される予定です。やっぱり気になるところが新型コロナウイルスの、ま、感染症の対策なんですけれども、どんなことを講じられるんでしょうか。はい、緊急事態宣言が明けてもですね、コロナの対策重要になってきますので、はい、こちらもですね、消毒液を用意するですとか、コロナ対策万全にして皆様をお迎えしておりますので、皆様のもですね、ぜひお気をつけになりながらも楽しみに来ていただければなと思います。はい、はい、ね、期間の長いイベントなのでね、はい、いろんな時間帯でお楽しみいただきたいと思います。はい、広報だわら、この時間は小田原提灯&光アートフェス with 北条五代開催のお知らせをお送りしました。斉藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。広報だわら、この時間は新型コロナウイルス感染症についてのお知らせをお送りします。お話をお伺いしますのは健康づくり課の小田さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて早速なんですけれども、小田原市の市内での感染状況、こちらは今いかがでしょうか。はい、まあ、昨年の12月末時点では市内感染者の累計が169人でしたが、はい、その中で緊急事態宣言が発出され、1月の1ヶ月間での新規感染者数は256人で、全国的な第3波の中で市内の感染者の発生も多くなっていました。で、2月には31人、3月は30日現在で24人となっています。緊急事態宣言が解除されましたが、依然として新規感染者が発生しており、全国的に第3波のリバウンドがと言われるような状況にあります。小田原市でも新型コロナウイルスワクチンの接種に向けて今の準備が行われているということなんですけれども、現在の状況、そしてスケジュールはどうなっているんでしょうか。はい、令和4年3月までに65歳以上になる方からの接種となり、対象の方に対して3月31日に接種券を発送しました。うん、
4月の上旬には郵送にてお手元に届く予定となっています、はい、で接種の開始見込みにつきましては国の指示やワクチンの供給予定に合わせて実施していくことになりますが今現在国からのワクチンの供給が十分ではないため、うん、まずは高齢者施設等の入居者の方から4月下旬頃からの接種を予定しています、はい、65歳未満の方は国の決定する優先順位に従って順次接種券の発送をします、うん、ワクチンの供給量等の関係で接種の開始がいつになるのかがまだお知らせできませんが予約受付の開始になるまでは接種券は大切に保管をしておいてください、はい、で予約の開始につきましては広報小田原自治会回覧市のホームページタウン市等でお知らせをいたします、はい、そしてこれから接種できるようになった場合なんですけれどもどこで接種を受けることができるんでしょうか。はい、皆さんに身近なかかりつけ医など医療機関での個別接種と集団接種の両方で予定しています。市内90カ所程度の医療機関と保健センターでの集団接種を予定しています。詳細につきましては改めてお知らせをします。はい、接種に関しては、かかりつけであったりする医療機関と集団接種2つの方法があるということなんですけれどもこれ医療機関で受けるのと集団接種で受けるのとどちらがいいんでしょうか。はい、高齢者の方や基礎疾患のある方でお体に不安のある方は普段からご自身の、健康の状態を知っているかかりつけ医などの医療機関で接種を受けた方が安心して接種を行えると思います。それ以外の方は都合のよろしい接種会場で接種を行っていただければと思います。はい、そしてですね、さまざまなニュースなどでも取り上げられております。やはりワクチンの安全性こちらがねやっぱり気になるという方も多いかと思うんですが、はい、今回接種が開始となったファイザー社製のワクチンは安全で有効なワクチンとして国で承認をされたものです。海外の接種で副反応があることも報告されていますが皆さんに身近なインフルエンザのワクチンについても副反応があることは報告されています。で接種を受ける際には接種券に同封されている新型コロナワクチン予防接種についての説明書や市のホームページにリンク掲載している厚生労働省のホームページをご覧いただいて効果や副反応について理解した上で接種に臨んでいただければと思います。また厚生労働省のコールセンターでもワクチンの有効性や安全性について確認することができます。はい、それでは改めまして市民の皆様にメッセージなどありましたらお願いします。はい、現在詳しい情報がない中で不安な方もいらっしゃると思います。決まり次第市民の皆様にさまざまな媒体で発信をしていきますので焦らずにお待ちいただければと思います。そして接種が本格的に開始された際にはワクチンの正しい情報を理解した上で体調を整えて接種に挑んでいただければと思います。またワクチン接種が開始となってもマスクや手洗いそして基本的な感染症の対策は継続して必要になりますので引き続き取り組んでいただければと思います。広報だわら、この時間は新型コロナウイルス感染症についてのお知らせをお送りしました。小田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はじめは手拍子と掛け声です。元気よく。ワン、ツー、ワン。前に進みます。後ろに左回りです。次は腕の曲げ伸ばしと背伸びです。左足右足です。大きく上に伸び上がりましょう。右足左足肩と背中ほぐしです。肩を引き上げて下ろします。両手を合わせて背中をゆっくりと動かしましょう。もう一度繰り返します。側頭とツイストです。左に両足を揃えてツイストです。
次は右に移動しましょう。ツイストです。体側とバランスです。左脇腹を伸ばします。右脇腹、左足を上げてバランスを取ります。右足、右脇腹を伸ばします。左、右足を引き上げます。捻転と体の回旋です。左にひねります。右に、左に大きく体を回しましょう。次は右にひねります。左、前曲げと後ろ反らしです。体の力を抜いて前にゆっくりと起き上がります。左手を上に、背中を伸ばします。もう一度繰り返しましょう。次は右手が上です。重心移動と足踏みです。左手、左足、前、後ろ、左からナンバーステップを踏みます。次は右手、右足、右にナンバーステップです。背伸びと深呼吸です。手を横に、息を吐きます。大きく上に伸びましょう。手を横から下ろします。繰り返しましょう。